はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。地下サンキュー様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。おととい新宿西口でですね、コラボ問題周知活動で、都の関西はコラボに2600万払ったが2900万の仕事をしているのでよしとしたが、子供の教科書代として1000円あげて1200円だったが自分で足しといたと言われて、もう、買ったはずの教科書見せねえ、領収書もないとしたらよしってなるのか、っていうようなことを言ってきたんですけどもね、当関西のヘリクスですか、こんな欺瞞に騙される人なんかどこ探してもいないっすよね。ネットの反応です。私のこの意見、本の例えに対してのネットの意見ね。領収書なしで税金出すのはおかしい、片方見せろってなるのが普通、補助金で領収書が出せないっていうのはありえない、こんな伊豆さんだと都知事もグルなんじゃないかと疑ってしまう。昔はこういう活動を共産党がやってたんだけどね、遠い目、ごまかすという活動をしてますよね今共産党はね、コラボ使ってね、収支の実態を調べることが監査の役割と思ってました。関西も都知事もグルなのかも。疑惑の視点の方が全てつながって、しかも裏には疑惑があった功労官僚の影が、村木さんのことですかね、どこめくっても嫌がるみたいな、振り向けば村木と言われてますけど今、細かいですけど、補助金事業じゃありません。コラボの事業はね、委託事業です。下請けです。コラボに従われてるのは委託料で、本来なら都が行うべき事業をコラボに下請けさせてるっていう構造になってます。元請けのゼネコンがですね、下請けにビルの基礎工事は頼んだぞ、何々社さんみたいに、金頼んで金払うのと同じですね。違うのはですね、ビルの基礎なら基礎ができたかどうか確認できますけれども、まあ厚さ測ったりなんか検査はするんだろうな。成果が分かんないところ、コラボの下請け事業の成果が分かんない。基礎さえできればね、下請け会社がどんなめちゃくちゃ経費、作ったと、めちゃくちゃ経費で、収支も不透明だろうが構わない。この金払って基礎さえ手に入れば、品物が手に入れば、元請けは文句言わないですけれどもね。コラボは成果報告も黒塗りだったでしょ。つまり税金使った都の事業の成果が分からず、領収書もなく、納税者がそれを見れないっつうのが大問題だなって私思うんですけども。党は納税者バカにしてんのかな。外線ではですね、コラボは若い女性しか救わない差別団体なんですけども、言っちゃったけど、まあ、優秀な弁護団に訴えられるんでしょうか、私。ゴキブリ呼ばわりされた立花が訴訟を起こしましたけれども、政治家は批判されるのが仕事でしょ。裁判所に門前払いされたんですよ。公人は、名誉毀損とか信用毀損のハードルがうんと高い。安倍総理なんかも、毎日のように人間のクズだのなんだのって悪口書かれてましたけれども、公人中の公人だからね、総理大臣なんか。それで名誉毀損はできない。コラボは、行政事業の下請けやってる団体なんだから、公人とみなされて、名誉毀損、誹謗中傷のハードルは高いんじゃないかって私思います。サイコパスで病的な嘘つきの橋本徹、批判を受け付けない権力は独裁っていう、なるほど。この部分だけは私納得、賛同しますけれども、政治家は権力持ってますよね。議員調査権とかさ、あと国鉄乗り放題とかさ、コラボは税金もらって何事かを行う、行ったふりをする、という行政権持ってる団体だしね、都の事業ってことで我々が開けてもらえなかった神宮通り公園の鍵開けさせてバス入れられる権力持ちです。あと都じゃないや新宿区役所の向かいの公園にバスを入れてもお咎めがない権力持ってますよね。だから名誉毀損とか権力持ちなんだから、名誉毀損とか信用毀損のハードルはうんと高いと思われます。コラボ弁護団訴状から訴状っていうか請求監査監査請求状から、ひまさんの住所氏名を知り、
それをバラす。ひまさん、引っ越しを余儀なくされる。ひまさん、漏らした弁護団に懲戒請求する。戻ってきたですね、アンバサ弁護士。アンバサっていうのは、事務所、法律事務所の名前だそうであります。なんか飲み物みたいな、今はなくなってしまった白い飲み物みたいな、缶入り飲料みたいな名前だな。弁護士の言い訳がこれ。こちらですね、ひまさんが晒しておりました。うちは弁護士一人の事務所で仕事も多くないから、顧客情報をデータベース化してません。だから罰則対象となる個人情報取扱業者じゃありません。なるほど。って、なるかーって話なんですよね。さらにひまさん、このような行為を許せば、弁護士が懲戒請求者に対する報復の目的で、請求者の住所を晒したりすることが許容されてしまうこととなり、懲戒請求行為自体の萎縮につながり、弁護士の非行が野放しになる恐れがあるため、極めて不当である。弁護士が、なんか訴えてきた人の住所晒していいってことになったら、大変だろっていうようなことを非難したんですけれども、そういう問いかけには無視して事なきを得た。得てないですね。アンバサ弁護士ね。一応ですね、個人情報を漏らしてたことは認めた。で、引っ越しさせるっていうストレスを与えることには成功したことは認めてから、そんな悪いことしたらダメじゃんっていうのには答えらんなかったんだろうな。業務上知り得た情報の守秘義務がある職業はですね、弁護士、医師、一部公務員、税理士などなど、一部公務員っていうのは、警察とか、警官とか、あと破産を扱う部門とか、生活保護を扱う部門とかね、動物病院だって仮にね、アイドルや議員や有名人の住所知ってもですね、バラさないですよ。信用に関わるもん。来てもらえなくなっちゃうもんね。そういえばガーシーの顧問弁護士もですね、家宅捜査令状に書いてあったから、被害届出した人の住所も名前も知ってますって何回も言ってですね、被害者に圧かけてんのかな、脅迫かな、非常識なやっちゃうなって思ってました、おりましたけれども、さらにアンバサ弁護士の言い訳、5000件も取り扱ってないので、個人情報取扱業者じゃありません。その件数要件は撤廃済み、今は全員が取扱業者だよと、事実による無慈悲なツッコミが入っておりました。法改正知らないとか本当に弁護士？弁護士なのに法律理解してないって。これ裁判で言ったら裁判官激怒するやつと。とある弁護士、裁判の関係者多いから会議をしたてならともかく5000人なんてすぐ行っちゃうけど、だそうであります。まあ、一つの裁判で何十人関わる裁判なんても、ザラにありますよね。そういう裁判いっぱい抱えてたらすぐ行っちゃうそうであります。アンバサーちゃんと弁護士の仕事できてんのか、生活は大丈夫かと同情されてしまっておりました。モラルや信用の問題から懲戒、それも突き抜けて民事や刑事まで視野に入ってきて、この案件ね、住所ばらし、弁護士が住所ばらした案件、今でもこういうへりくつで切り抜けてきたのはなこいつらな、アンバサは弁護士向いてないからやめた方がええよいつかものすごくずっこげっから再起不能なぐらい、もうやめた方がいいよ。今この案件はですね、アンバサ特例って呼ばれております。ネットではアンバサ特例、アンバサはいいんですみたいな、福島みずほみたいな。さらにはですね、コラボを攻撃する女性の敵だから住所を晒して反撃してもよしみたいなことも言ってたみたいであります。ヤクザか暴力団か革命戦士なのか、あー随分自分勝手なやっちゃなと思いますけれども、私と誕生日が同じ立憲泉代表、国会演説、相手国攻撃着手段階での敵基地攻撃や国際法違反の先制攻撃と言ってしまうネットの反応です。そんな国際法ない、相手が銃構えても黙って撃たれろってこと、無能税金泥棒。泉は国連憲章51条と事態対処法を読め、
それでこそ立憲共産党だ、素晴らしい。自ら支持率を下げに行くスタイル、国民を守る気ない宣言、立憲に知能を求めるのが無理、共産党と違うところを見せようとしてさらにおかしくなっていく立憲と、泉は状況に関わらず先制攻撃はダメ、国際法違反って言ってるんだが、そんな国際法ない、どこにもない、よほど日本人に被害が出てほしいようだな、この外界に打ち主義者は。普通こういうのって政調会長以下幹部が膝つき合わせて練り込んでいくもんなんですけどね、文章書くからさ、文を読むからさ、長いのだとさ、誰もおかしいって思わなかったのかな、これな。先制攻撃は国際法違反って、そんな国際法あるとか疑問にもならなかったんでしょうか、その会議の中で。あなたに近しい5人の平均があなたです。類友っていうのを表す言葉なんですけども、自治労日教組、通信放送郵便の労働組合はもう立憲応援するのやめた方がいいよ。こいつら応援しても労働者の待遇改善なんか全然繋がんないからな。真実の国際法はたった一つと思うんですけど、私、弱肉強食、日本がものすごく強かったら世界中をね攻撃してね、アメリカすらも屈服させて新しい国連作るとか、無理やりね日本国アメリカ州とかにしちゃうとか、そういうこともできますもんね。国際法、国際に通じる法律はたった一つ、弱肉強食だと私は思うんですけどね。週刊朝日って100年前からあったんだ、びっくりしました。創刊100周年を機にですね、廃刊朝日になりましたけれども朝日社員ですらまだあったんだって言ってたみたいです。ここ数年明るい話題はほとんどなく、飛び交うのは部数減や早期退職の話ばかり。一昨年も早期退職者をやって、早期退職募集をやって、毎日のように退職呼びかけメールが来て本当にうんざりでしたと、ネットの話ざまあ周りに読んでる人いたら警戒するレベル。本体はあと何年で廃刊、紙媒体自体が社用、反日極左社員は次はどこ行くんだろう、嘘つきは淘汰される時代に入った、新聞とテレ朝も、終了しろ、テレビも新聞も終了しろよと、早く潰れろって思いますが、不動産事業が好調でな、この先しぶといんやーなーって、倒産はせずに新聞発行をやめて不動産会社になったらそれでも勝ちって、言っていいんだろうか、我々の勝利って言っていいんだろうか、つまり朝日新聞さえなくなれば。朝日新聞社は残っても朝日新聞が発刊されなくなれば我々の勝利って言ってもいいんだろうか。朝日新聞2021年決算、本業マイナス120億円、不動産プラス52億円、差し引き63億円の赤字と、なんで本業やってんのよ、意地か、意地なのか。本業やめたらね、たちまち52億円の黒字の会社に生まれ変われんのに、なんで本業やってんのかな、頭はひねるレベルですよ。頭おかしいとしか、頭おかしいのか、そうなのかって思っちゃいますね。もう意地なのかな。中核派拠点、前進社、江戸川区を家宅捜索、71歳男性メンバーが、広島でね、運転免許虚偽記載で逮捕されたことを受け、だそうございます。ネットの話、71歳。やっぱそうなのか。案の定の年齢で草。70過ぎても革命ごっこ遊びかよ。おじいちゃん、革命ごっこは楽しい。引き際ってもんがあると思うんだが、偽ってるのは免許だけじゃねえだろ。国籍も偽ってるかもしれないですね。ガサ入れのたびに、扉切断の様式日。他人から見れば、うわーって人生だけど、本人たちは楽しいのかもしれん。そりゃマイナンバーカードに反対するわな。額は交代してるくせに、全身とはこれいかに。まあこちらが動画も公開させてたんですけども、女性機動隊員がまず呼びかけると、扉開けなさい、ね、出てこないのであれば
カッターを用いて通路開放します。2名の男性機動隊員が鉄板の壁にカッターを入れる。30センチばかし切ったところで、右の通用門が開き、2名の高齢男性が出てきて話をする。コロナ対策として入る機動隊員全員を検温する中核おじいちゃんたち。おとなしく並んで検温を受ける機動隊員。まあ笑っちゃう。不当捜査だとかも言ってたみたいでます。いつものセリフなんで、もう一ひねり欲しいとこだな。おとなしくドア上げりゃいいもの。それじゃ支援者にだらしないって、そんな素直に上げてって怒られるから、ほどほどに抵抗するんでしょうね、これね。30センチばかり切られて、もういっか、みたいな。抵抗のふりは。横のドア開いてもですね、無視して壁ぶちのけばよかったんね。大穴あげれば、修理終わるまで拠点そこ使えなくなるしよ。ついでにね、なるべく修理代かかるように、盛大にぶち壊して嫌がらせ、修理代でダメージ与えるようにね。総係の仕切りの分と高田、78歳でもものすごく元気なんで、71歳でも中核班の中では若手なのかもしれないですけどね。知らないけどね。今日のちょっと笑った雑談ですね。一般掲示板より、 Y26 歳男、50代女性上司のパワハラで悩んでいたが、怒られる時にガン見しながら一歩距離を詰める、いい匂いですね、などというさりげなく体に触るなど繰り返していたら、一言も話しかけられなくなり、事なきを得た。事なき得てないんじゃないかな、これ下手したらクビになるやつですよね。パワハラにはセクハラで反撃したってことなんですけれども、ちょびひげ、テロには同規模のテロで報告しないと必ず成功されてしまうっていう言葉を思い出しました。そもそもね、反撃できる強メンタルなら少々のパワハラでは気にならないんじゃないかって、そもそもこんなことができる強い強いメンタルだったら少々のことを言われて怒られても気になんねんじゃねえかな。これは50代女性上司を気の毒にちょっと思いました。ポッと顔をあからめて恋に発展していくなんていう展開にはならなかったみてえだな。まあ政治と関係ない余計な話いたしましたけれども、というわけでメール党員さん大募集であります。メールご購読で日本改革党を支援してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。